日本ミツバチの、防寒対策です。巣箱の周りを、こういった囲いで覆って、こっちの方が北になるんですけれど、北の方から、風が吹かないようにいろいろと物を立てたりして風を防いでいます。ミツバチはさっきまで出てたんですけれど、もう日が当たらなくなったので、もう顔出してません。で、あとは、溜め込んであった蜜を食べながら暮らしているんですけれど、それでも足りなくなっちゃうことがあるので、私たちの、取った蜂蜜を、再び、蜂の方に与えています。